イーノック、アルマロスを覚えているか。そうだ、お前が地上での思い出を語って聞かせていたあの天使だ。さあ、アルマロスのところへ行き、彼を浄化するのだ。なぜあの子がここに？まさか、お前を追ってきたのか？
し続けて。大丈夫だ、問題ない。大丈夫だ、問題ない。アルマロスのね。うん、また連絡する。
ても無駄だ。諦めちゃダメだ。動き続けて。神は言っている。ここで死ぬ定めは。何度来ても無駄だ。次こそ終わらせてやる。Yeah!
は帰りなさい。いつも何がしたいんだか。再会ね。力を出せ。Thank you.
丈夫、問題ない。いや、それがなかなか会えないんだ。こう熱狂的なファンが多いとね。さあ、あいつはどう思ってるんだか。じゃ、また。歓迎だ。あいつすっかりお前の親友気取りだな。
アルマロス、停電か？した時に恋を失ったんだな。
ノックも困ったやつだ。小娘一人助けるために冥界に飛び込んでいくとはな。それがあいつのいいところでもあるが、さてどうしたものか。あいつを使うか。あいつなら喜んでイーノックを助けに冥界へ行ってくれるだろう。イーノックはかつて自ら地上界の素晴らしさを聞かせ、人に憧れを抱くようになっていたアルマロスと激しい戦いを繰り広げた。その最中、冥界から現れた何者かがナンナを誘拐してしまい、イーノックはアルマロスを残して後を追った。その献身的な行動にアルマロスはただ圧倒され、悲嘆に暮れるのだった。あいつ見上げた選択だな。なんだ、泣いてるのか。人気取りでメソメソしてる場合じゃないぞ。本当の人の悲しみも知らないくせに。そこへ行くと私は所詮傍観者に過ぎない。わかるな。お前の選択を見せてやるんだよ。あいつきっと待ってるぞ。舞台を盛り上げたらどうだ。きっといい経験になるぞ、アルマロス。人の本質に一歩近づけるかもな。